はい、皆さんこんにちは、ギガプロットです。ムービーブルースのリプレイを続行する。はい、久しぶりにメインキャラクター変えてみました。アバッキオ、アバッキオも結構ガタイでかいから、まあいいよねはい、ということで今回ですね、ガシャですね、超降臨ガシャにて、これですね、プロシュートが降臨してきましたね。うん、初めてのまあ暗殺チームで、かつ、プレイアブルでこう使えるキャラクターですね。はい、ということでプロシュートが来たんですが、僕はまあ予告通りというか、前回言ってた通りですね、やっぱりちょっとこう引くっていう、まあ、がっつり引くのはちょっとまあやめとこうかなという感じなんですよね。はい、まあやっぱドッピオとかディアボロのためにね、このチケットはやっぱ温存しておきたいので、はい。でまあ聞くところによると、まあちょっとプロシュートはちょっとそのめちゃくちゃ強いっていうわけでもないし、なんか一応アクションバトルでも使えるんだけども、全然なんか、通常攻撃は一発しか出せないとか、なんか微妙な感じらしいので、プロシュートはね、まあいろいろまあそういう事情があって、まあちょっとまあ今回引くのはやめようかなと思いました。はい、ということで、ね、それを置いといてですね、このプレミアムっていうついてるこの メダルですね、メダルが今回から新しく搭載されて、今回、これですね、これガシャメダルナンバーワンがもらえるということで、これは一定数集めると超降臨ガシャメダル交換所で、星6のスタチューやアイテムと交換することができるということで、今回から新しく登場したシステム、ここですね、超降臨メダル交換所ということで、ここ、まあ、とりあえず単発で10発ぐらいやったんで、11枚、まあ、11回やったってことですよね。11枚このメダルがあるんですが、ここで交換できるキャラクターがなんと、このプロシュートとか、ブロートのブジャラティ、まあ、ラインナップですよね。今回のガシャのラインナップに入っているキャラクターが交換できるということですよね。これって。はい、こんな感じで。まあ、いろいろありますね。はい。これで、プロシュート、150個、メダルが150枚あれば、この星6のキャラクターと交換できるということなんで、これは実質、他の、まあ、ソシャゲでいう天井みたいなもんですよね。天井。まあ、KOF オールスターみたいな感じで、何回まで引けば、まあ、確実に手に入りますよという、まあ、天井ですね。うん。まあ、この、天井がですね、この、今回で言うと、まあ、プロシュートとかが、まあ、メインになってますけども、次回の超降臨では、また、このラインナップは変わるのかなという感じはあるんですがね。とりあえずガシャメダルナンバーワンということなんで、はい。まあ、ナンバーワンで交換できるのが、まあ、今回このラインナップということですよね。だその時、その時の、まあ、超降臨ガシャの、キャラクター、ラインナップが交換できるようになるのかなと、今後ね。はい。このメダル150枚ということは150連なんで、まあ、最大150連、まあ、150回ガシャを引けば、必ず、このキャラクターがゲットできるということで、これは非常に、ベリーグッドだと思います。はい。個人的にベリーグッドな、まあ、改善ですね。やっぱ天井があるっていうのは本当に安心なんでね。やっぱずっと出ないっていうよりは、やっぱここまで引けば、絶対に手に入るっていう、その安心がやっぱでかいですよね。まあまあまあ、そんな感じで、まあ今回のね、まあこうガシャの、まあ、内容、このラインナップ、はい、ホールホースとか、まあそういうことですよね。やっぱラインナップが、さっきの、交換所のラインナップにいるということで、はい。まあ、非常にいいですよね。天井なんでね、天井。もう確実に150連すれば、150連じゃない。まあ、150回ガシャをやれば、確実に手に入るということで、これは本当にいいですね。やっぱ天井って本当ありがたいですよね。ジョジョ SS でも一応天井みたいな感じのシステムはありますけどね。前回動画にした、キンクリとか、あれとかはもう、100連かな、
10セット引けば、10セットまで引けば確実に、もらえると、ガチャのおまけでもらえるっていう感じで、まあ、大体まあ、最近のソシャゲとかが、まあ、基本的にそのガチャっていうもの自体がやっぱ、結構法律とかもね、厳しくなってきて、その確率をまあ表記させなさいとかね、そういう義務付けられてるとかね、はい、あとはまあやっぱ、なんだろうな、まあ、個人がこうやりすぎて、まあ破産とかしないようにね、まあいろいろ法律も厳しくなっております。はい。で、この天井を設けるっていうのもまあ一つの、義務的なものなのかなと思いますね。逆にまあ、天井がないと、まあ当たらないときはずっと当たらないんで、まあ、正直、まあ、めちゃくちゃお金をつぎ込むになってしまうってことで、まあ、かなりやばいことになるんですよね。ただ天井があると、ある程度の、その、最悪でも、何万円までで済むっていう感じで、絶対にその、それ以上はいかないので、はい。なんで、まあ、そういうところで、まあ、非常に安心ですし、まあ、やっぱ、その天井があるからこそ、その逆に売れるっていうのもあると思うんですよね。天井があるからとりあえず必ずこういつかは手に入るからっていうその安心感があるから、結構ガチャやる人も多いんじゃないかなと思います。はい。ということで今回はまあその超降臨ガチャと、まあ、メダル交換所のことをちょっとお話ししたんですが、まあちょっと長々となったんですが、今回のアップデートでもう2つ変わった点があって、このマインドとかの画面で、このこうすごい読み込みがスムーズになりましたね。読み込みがスムーズ、はい。まあ、こんな感じでバーってこう一気にこうスライドさせていってもこうカクつくことがないんですよね。画面がカクつくことがない、こうなんていうの、このこうまだ表示されてないこうマインドとかは、フェードインしながら読み込まれるようになっているので、隠すことがないですね。はい。全然隠すかない。非常にいいですね。これも非常にベリーグッドですね。はい。で、もう一つは、まあ、バトル中ですね。バトル中に、以前まではなかったんですが、まあ、その打撃、なんかこう、殴ったりしたときに、画面が揺れるようになりましたね。うん。まあ、この素材クエスト、ちょっとやってみましょうかね。はい。団結の育成超上級。まあ、これで、ちょっとやってみましょう。こう、なんだろう。画面がね、こう揺れて、ちょっともう、こう、迫力が増したみたいな。はい。はい、こんな感じでいきましょう。で、オートです。はい、こんな感じです。なんか揺れてますよね。ほら。ガッと揺れてますよね。こう、殴られた時も、はい。こう揺れてますよね。はい。ほら。はい、まあ、こんな感じでこうちょっとこう若干こう画面が揺れてる、上下に揺れてるっていう感じがしますよね。それは結構、まあ、格ゲーとかでもまあ結構重要なんですけど、はい、やっぱこうヒット感というかね、うん、やっぱこう爽快感を出すための一つの要素としては重要なんですよね、画面の揺れっていうのはね。うん、はい。まあ、これで結構入れてますよね。ガツガツと。うん。これで非常にまあ、こう、なんだろう。ちょっとこう、爽快感が以前よりかこう増したという感じですかね。はい。ということで、まあ、この3点ですね。超降臨ガシャの、超降臨ガシャ交換所という、まあ、実質天井みたいなものが設けられたということと、マインドとかの、ローディング、非常にスムーズだということと、今、お見せしたように、まあ、バトル中に殴ったりしてると、まあ、まあ、技にもよるけど、こう、画面がね、結構揺れたりするようになったというところですね。だから今回のアップデートはかなり、まあ、いいんじゃないかなと、個人的に思っております。はい。まあ、これでまあ、なんだろう、アクションバトルの方も、ちょっと、こうなんだろうね、こうイベントクエストアクションバトルでできるけど、本当にまだこう1割ぐらい、まあ、9割ぐらいはまだ、クブクリンがまだタクティカルバトルなので、やっぱりこうアクションバトルをね、
あとはもうちょっとこういっぱいこう活躍できる遊べる場所をこう作ってほしいっていう感じですかね。はい、という感じで今回ねこの3つを紹介してきました。はい、これでまあ一応安心してガシャを引けるっていうのはまあいかに、まあ、でかいかなと。でかいっていうことはまあ十分、まあ、やったことある人なら全然わかると思うんだけど、天井っていうシステムがねいかにこう安心できるかっていうシステムが、まあ、結局まあお金はいるんだけど課金とかしちゃうとね、うん、ただ僕はやっぱちょっとまあお財布事情もあるし、まああとは今のジョジョ DR がやっぱタクティカルバトルでこうほとんどがもうクブクリンタクティカルバトルでしか遊べないので、そこまでこうがっつり課金してまでキャラクターをこうゲットしたいとは思わないということと、あとは唯一やっぱドッピオとかディアボロこいつらをゲットするためにまあ課金せずに引くってなると、まあこのやっぱ10連ガチャチケットとかやっぱ貯めとく必要があるのかなというところで、まあまあ非常にこうまあ節約してるっていう感じですかね。いらないキャラは本当に引かないみたいな感じですね。はい、ということでこの今回はねこのアップデート今回のアップデートで非常に良くなった3つをね紹介してまいりました。ということでまあ今後もねまあこういう感じでいい感じのアップデートを期待しております。はい、皆さんも期待しましょう。ということで今回この辺で終了したいと思います。